どうも皆さん、生駒紫です。紫でも忍者でも好きに呼んでいいよ。私はロシアで忍術を学んだんだよ。だから実際強い。作戦では隠密行動を取ることが多いね。変装して他人になりすまして情報を聞き出すこともあるし、まあいろいろだね。でも忍術は使えないし、みんなが期待してる忍者とはちょっと違うかもしれない。年俸なら使えるけどね。かけてみる？おっと、そろそろ時間だね。ここらでドローン。生駒紫でござった。ニンニン。取ってつけた忍者っぽさっていいよね。